はい、皆さんこんにちは、 J チャンネル J です。お元気でしょうか。今回ですね、タイトル通りなんですけど、楽天オークションには気をつけろということなんですけど、これがクレームでも全然ないんですけど、気をつけろということ、気をつけろというとですね、なんか悪い男には気をつけろみたいな感じの意味で取られると思うんですが、注意をしてくださいという意味で、この動画を作りました。というのはですね、僕はオークション歴はもうヤフーオークションが20年近くやってるんで、かなりのベテランというかね、結構やってますんでね、慣れてる方なんですよ。でヤフーオークションが今一番大きいと。で今最近、ここ何年か楽天オークションがね結構出てきて、まあの数があるということで、楽天とね直結なんでね。でその中で楽天オークションの方は楽天安心決済というのがあって、それは例えば、落札しますよね。落札して、出品者と、落札者がいて、出品者が商品を発送して、落札者が受け取って、受け取った通知をしたらお金が振り込まれるというシステムなんですよね。でそれはいいシステムだなと思って何回か使ったことはあったんですが、ところがですね、今回不良品が来ましてですね、とんだ落とし穴があったんですよね。不良品があった場合にありましたよというふうに通知をしたわけですよ。そうするとある一定の期間が設けられるんですけど、その間に、落札者と出品者で話し合ってくださいと。で話し合いがつかない場合に、一定期間の日にちが過ぎたらその出品者にお金が振り込まれるわけですね。だから本当に落札者から見たら安心でも何でもないわけですよね。本当に普通のね、感動品だったらいいわけですけど、不良品とかね、詐欺なんかだったらこれちょっと良くないんじゃないかなと思うんですよね。例えば本当にこっちが申し出ても、例えば相手がね拒否したりして、それでもある一定の期間経ったら振り込まれるわけですからね。だから本当にね、気をつけなきゃいけないということを実感しましたね。やっぱりオークションはね、ヤフーがいいですね。ヤフー、なんだかんだあるんだけど、やっぱりヤフーが一番いいということは今日は思いましたね。楽天もね、いいんだけど、あとはね、評価ですね。評価、今回10ぐらいの評価の人だったので、やっぱり100とか200とか300とかね、あこらぐらいを超えないとやっぱりちょっと信用できないということが今回分かりましたね。ということで、システム上ね、安心決済というのがあるんですけど、それはやっぱりそのなかなかね難しいということですね。やっぱりシステム的にヤフーオークションも同じなんですけど、やっぱりヤフーオークションの場合は大きいしね、安心度も高いなというふうな感じはしました。決して楽天オークションが悪いわけではないんですけど、やっぱり今回評価数とかね、いろいろこう見ながら、ちょっと安かったんですよ。ヤフーオークションの商品の値段と今回の商品の値段が5,000〜7,000円ぐらい違ったかな。なのでちょっと安いのに行ってしまったんですけど、評価が低くてもいいかなと思って行ったんですが、それがとんだね災難になっちゃって困ってるって感じですね。だから皆さんもね、オークションやるんだったらヤフーオークションがいいかな。こういうこと言うとまた楽天に悪いと思うんですけどね、評価を見ながら今後はねやっていきたいと思います。ということで、いろいろシステムがあるんでね、そこらの方を今回は勉強になりました。ということで、オークションには気をつけろ。